皆さんこんばんは。2024年9月3日、ファッション評論家として知られたタレントのピーコさんが敗血症による多臓器不全により79歳で永眠されました。近親者のみで執り行われた葬儀は生前の願い通り静かに営まれました。横浜市に生まれたピーコさん、本名を杉浦克明という彼の人生は波乱と挑戦に満ちたものでした。高校卒業後、ピーコさんは横浜トヨペットや電飾工場など工業系の仕事に就いていました。幼い頃からファッションへの情熱を持ち続けていたものの、好きなことを仕事にできない現実に苦悩の日々を送っていました。そんな中、1964年に三洋レインコートへの入社を果たし、念願の服飾業界への第一歩を踏み出します。しかし専門知識の不足に悩まされ、思うような仕事ができない日々が続きました。24歳という決断の時、ピーコさんは大きな選択をします。プロとしてファッションの道を歩むため、三洋レインコートを退職し、文化服装学院のデザイン科への入学を決意したのです。その後、衣装デザイナーとしてのキャリアを積み始めたピーコさんの人生は、双子の弟おすぎさんの存在により新たな展開を見せることになります。おすぎさんの紹介でドラマの衣装制作を担当することになり、そこから1975年、おすぎとピーコとして芸能界デビューを果たしました。笑っていいともをはじめとする数々の人気番組に出演し、辛口ファッションチェックの第一人者として注目を集めます。またシャンソン歌手としても活動の幅を広げ、多彩な才能を発揮しました。1989年、ピーコさんの人生に大きな試練が訪れます。目のがんであるマリグナントメラノーマを患い、左目を摘出する手術を受けることになったのです。この時期、俳優の野村弘信さんとの関係が世間の注目を集めていました。1987年のある番組の収録で出会った2人、ピーコさんは野村さんを一目見た瞬間から強く惹かれ、すぐさま連絡先を交換し食事に誘ったといいます。入院中の病室には野村さんが送った写真が飾られ、ピーコさんはその写真から手術を乗り切る勇気をもらったと語っています。しかしこの闘病を機に2人の関係は疎遠となってしまいます。2018年、ある番組での再会時、野村さんは目の手術をしたあたりから会えなくなり、見舞いになかなか行けなかったことで疎遠になってしまったと後悔の念を語りました。ピーコさんも涙ながらに、どこで何しているかわからないからなかなか会いに行けなかった、野村くんと再会できて嬉しいことは嬉しいと複雑な心境を吐露しています。家族との関係では、父は鉄工所を経営する傍ら、ピーコさんをたびたび映画館に連れて行くなど良き理解者でした。しかし父の大病により、ピーコさんとおすぎさんは医療費捻出のため大学進学の夢を諦めることを余儀なくされます。母親は10代の頃から自覚していた同性愛者としてのピーコさんを深く理解し、当時としては珍しく温かく支え続けました。9歳上の姉は身体障害を抱えながらも、ピーコさんとおすぎさんが小学生の頃から裁縫の内職で家計を支えていました。後にはおすぎとピーコとしての活動が始まってからは、女優の衣装制作にも携わるなど家族ぐるみでの仕事となっていきました。晩年、ピーコさんの生活は大きな変化を迎えます。2021年夏頃、おすぎさんに認知症の兆候が現れ、レギュラー番組を降板、芸能活動を休業することになりました。ピーコさんは弟を案じて同居を始めましたが、この決断が新たな試練となります。同居生活は神奈川県横浜市西区のマンションで始まりました。このマンションはもともと2人のお姉さんが所有していましたが、約10年前に姉が亡くなった後、おすぎさんの所有となっていました。ピーコさんが越してきたのは2020年の春頃、その後2021年秋頃に当時福岡の博多で暮らしていたおすぎさんが引っ越してきて、2人での生活が始まりました。しかし同居生活は決して平穏なものではありませんでした。早くしなさい、何してるの、さっさと歩きなさい
ちゃんと靴履きなさいとピーコさんがおすぎさんを叱責する声がマンションの近隣住民の耳に届くようになっていきました。2021年11月か12月頃にはおすぎさんが行方不明になる事態も発生。ドテラ姿で外出したまま戻らず警察に捜索を依頼する事態となりました。この頃からピーコさんにも目がとろーっとしてぼんやりする様子が見られるようになっていたといいます。結局この同居生活は半年ほどで終わりを迎え、2022年2月におすぎさんは高齢者施設へ入所することになります。その後ピーコさんの様子にも変化が現れ始めます。マンションのオートロックが開けられない、部屋の鍵が見つけられず、荷物を全部ひっくり返して探す、ゴミ出しのルールが理解できないなど日常生活に支障をきたすようになっていきました。2022年夏頃までは横浜駅前の百貨店そごうに通う日課がありました。朝10時半頃に出かけ、お昼を過ぎた13時半頃にそごうの袋を下げてタクシーで帰ってくる毎日。しかし夏を過ぎると外出も減り、食事は近所のスーパーの弁当で済ませることが多くなっていきました。区役所職員が月に数回安否確認に訪れていましたが、その際にも年は83ですなど事実と異なる受け答えが見られるようになっていました。さらにピーコさんの言動にさらなる変化が現れます。突然おすぎが死んだと言い出し、マンション管理組合に対して所有者名義の変更を申し出たのです。その際おすぎさんの死亡届のような書類も添えられていたと言います。管理組合の担当者が不審に思い、おすぎさんの事務所関係者に確認したところ、おすぎさんは死亡しておらず施設で生活を送っているという事実が判明しました。認知症の進行により施設に入所した弟のことを死んだと思い込んでしまうほど、ピーコさんの症状は深刻化していました。おすぎさんは現在も高齢者施設で介護認定を受けながら生活を送っています。死亡説は認知症によるピーコさんの混乱から生まれた誤った情報でした。この頃にはおすぎとピーコのマネジメントを担っていた複数の会社も2021年から22年くらいにかけて解散、共に仕事をしてきたマネージャーや事務所関係者も距離を置くようになっていました。マンションの管理組合の人がピーコさんとの連絡を試みた際、マネージャーはもう関係ないから一切連絡してこないでと冷たく対応したといいます。頼れる人もなく、一人マンションに取り残されたピーコさん、孤独な晩年を過ごすことになったのです。2023年3月25日午後3時、近所の店での窃盗容疑で逮捕されるという悲しい出来事が起きます。近所の店では2月から3月にかけて 2,3 回お弁当やサンドイッチ、酒などの万引きが確認されていました。認知症の進行により善悪の判断が困難な状態であったため、すぐに釈放され、その後施設での保護となりました。歌手の美川憲一さんはこの報道に接し、切ないわね、マネージャーとか誰かケアしてくれる人がいなかったのかなって思ったの、ケアする人がいればまた違ったんでしょうねと心を痛めています。さらに今は昔に比べてオカマなんかにも理解が進んできたけど、昭和の時代は男は男らしく女は女らしく、その中でくじけずに頑張ってきたことはすごいことだと思いますとピーコさんの生き方に敬意を表しました。著書ピーコ伝の終盤でピーコさんは自身の最後についてこう記していました。私は人に余分な迷惑をかけたくないといつも思っているの。いずれ死んじゃうわけですから、残った体は片付けをお願いしなければならないけど、身綺麗にだけはしていたい。なぜそう思うのかというと、人目を気にしているからではなくて、自分自身が身綺麗に生きたいと強く思っているからです。自分自身でちょっとどこかを律して綺麗でいられることで年寄り臭くならないとか、逮捕後主を失ったマンションの部屋には飲みかけの酒が入ったコップがポツンと残されていました。79年の生涯を通じてファッションへの愛と美意識を貫き通したピーコさん、最後まで身綺麗であることにこだわった生き方はまさにピーコさんらしい美学でした。2024年9月3日、
敗血症による多臓器不全により、その波乱に満ちた人生の幕を閉じました。葬儀は近親者のみで執り行われ、一時代を築いた存在は静かに永遠の眠りにつきました。今回はここで終わりとなります。ピーコさん、ご冥福をお祈りいたします。また次回も様々な人物の紹介や事件について取り上げていきます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。